がないようだな。仕方がない、うちが面白い話。待って、ちょっと待って。私と一緒に野球をやろうよ。バスとしてグランド10周よ。当たれば飛ぶんだが、当てるのが難しいな。小麦のこの手が真っ赤に燃える。私も弱いからさ。この外見も本当は自分を強く見せてるだけ。これが甲子園、私たちの夢の舞台なんだね。すごい熱気が伝わってくるよ。メイクしておしゃれな格好したら嫌なことなんて全部忘れちゃう。ほっとくとあの子たちずっと遊んでるから、早く寝かしつけないと朝起こすのが大変なんだ。